リードレベルのパスをやっぱりこのポジション取りをするわけですから、3つ目強烈、武藤です。素晴らしい柔道だね。そうですね、前半で3得点、これで埼玉スタジアムでのベガルタ仙台戦は3試合連発。ただ個人なんですよね、これ。